バルティスカイア原子力発電所は、ロシアのカリーニングラード州、ネマン南東 13km に建設中の原子力発電所。一般的にカリーニングラード原発としても知られる。これは、リトアニアのビサギナス原子力発電所やポーランドのジャルノビエツ原子力発電所の建設計画のカウンタープロジェクトと見られており、エネルギー面だけでなく地政学的な計画とも見られている。 原子力発電所は天然ガス発電に置き換えるカリー・ニングラード州の安定した電力供給源と予見されている。目下エネルギーをナト諸国から輸入しているためカリー・ニングラード州がこの発電所を必要とすると述べられている。余剰電力は EU へ売却することが計画されている。ロスアトムの副ジェネラルディレクターのセルゲイ・ボイアルキンによれば1号機は カリー・ニングラード州の需要を満たし、2号機が発電した電気が販売される予定である。電力の輸出先は、リトアニア、ポーランド、ドイツなどの名前が挙げられている。セルゲー・ボヤルキンは、リトアニアのイグナリナ原子力発電所の停止と、環境規制の準拠のためのポーランドの石炭、火力発電所の廃止計画によって、2015年頃まで、バルト地域は、 エネルギー危機に直面しているとしており、また、バルト諸国が、ロシアの電力網から非同期化し、欧州大陸同期送電網に参加した、バイカリーニングラード州は、ロシア本土の電力供給から孤立するとしている。さらに、彼は、カリーニングラード州に、ベラルーシやリトアニアを通して、電力を送るスモレンスク原発からの電力送電の、信頼性の欠如や、 技術的な問題について述べている。一方、この計画はリトアニアのビサギナス原発のカウンタープロジェクトとも見られている。ロシアはリトアニアが国内に原子力発電所を建設するのではなく、バルティスカや原発に参加するように促している。建設枠組合意は2008年4月16日にロスアトム代表取締役社長。 セルゲイ・キリエンコとカリー・ニングラード州知事、ゲオルギー・ボースの間で調印された。当時ロシア首相であったウラジーミル・プーチンは2009年9月、2300メガワットの発電所の建設命令に調印した。建設地の準備作業は2010年2月25日から始まった。建設開始は2011年4月が見込まれていたが、2012年2月まで遅れることとなった。 1>, 1号機の公式な建設開始は、福島第一原子力発電所事故以来最小の原発建設開始であった。バルティスカヤ原発は、アイス -2006 標準設計構成の VVER-1200、491を2機建設する予定で、原子炉はそれぞれが1150ムーの出力で、アトムストロイエクスポルトが提供する。1号機は、 建設が2010年に始まり2017年からの運用が計画されており、2号機は2012年から建設が始まり2018年に完成する予定であった。費用は68億ユーロが見積もられており、設計は2009年の末に完成した。2機の原子炉は将来的にカリーニングラードとバルト地域全域の経済発展を増加させるとしている。計画は ロスアトムの子会社であるインテルラオユーズによって開発された。ロスアトムによれば計画の株式の49%は欧州の企業に提供される。これは外国参加で行われるロシア発の原子力発電所である。計画に参加する企業はまだ決まっていないが、チェコ電力グループエネル、イベルドローラなどが興味を示しているとされる。 以下の2期が計画されているコンストラクションブログありがとうございます。